暫定1位は岸本恵子。続いて視聴者投票第2位の発表。とうとう残すところあと2人です。では視聴者投票第2位のヒットガールを発表しましょう。視聴者投票で選ばれた東京ヒットガール第2位は、これはすごいぞ、すごいことになってきました。え、町田のヒットガール黒瀬真奈美さんです。町田のヒットガール、視聴者投票第2位、町田の有名焼肉店ヒットガール黒瀬真奈美。焼肉店でアルバイトをする傍ら、歌手を目指し自ら音楽活動をする彼女、その実力は。曲は Do As Infinity の深い森。した心隠してるよ。探すほどの力もなく疲れ果てた人々は永遠の闇に消える。時のリズムを知ればもう一度飛べるだろう。黒瀬真奈美さんでした、はい、さあ歌った今の感想は。やばい、かなり緊張しました。いつも以上に緊張しました。すごいです、はいはいはい、焼肉屋さんに詰めてるだけあって、あのスタミナがねスタミナ感が感じられましたね。肉を食べてるということで、では早速審査に入りたいと思います。審査員の皆さん、得点の発表をお願いします。視聴者投票第2位、黒瀬真奈美。視聴者を魅了したその歌声は審査員の心も魅了し、岸本の40点を超えるのか。どうぞ。8点8点9点9点9点、合計43点。ついにその牙城を打ち破りました。うわ、さあ評価を伺っていきましょう。いや、もう完璧に歌はうまいし、その雰囲気を持ってるし、あとはその何て言うかな、あのどうやって自分を今度その自分の歌で表現していくかっていうことが、あ、もう簡単なことなんだけど、いいプロデューサーについていい曲をもらって、それでまあカラオケ、一人カラオケ行って焼肉いっぱい食べて焼肉は大丈夫だね。焼肉でもここ4日間焼肉立ちしてました。本当に、はい、この日のために。じゃあモンホルあたり食ってさモンホル行くしてあとは OK、 毛をつ。さあでは毛織さんはどうでしょう。なんか圧倒的にあのまとまってましたよね。今までの人たちがこうオーディションだったら、なんかやっぱりプロっぽいっていうか、もうこのまま出れるっていう、あとはもうその楽曲とかそういう問題っていうか、うん、もうある程度出来上がってるなっていうのをすごい感じました。うん、じゃあ音楽ジャーナリストのまず鹿野さんはどう見るんでしょうか。そうですね、あの黒瀬さん、町田ですよね、はい、すごくね、その町田的 なんかヤンキーイズム、あー、はいはいはい、もうその感じがまずね、女性として強くていいなと思うのと、あとまあ歌は圧倒的にうまいです、うん、だから逆に言うと黒瀬さん、今からね、そのオリジナリティをどこに自分の置くのか、
をちゃんと考えていかないと、うん、上手い人いっぱいいるからね、うん、その中で今風な歌い方をうまく歌う人で終わらないために、うん、自分をどこに置くのかで本当に自分が歌で伝えたいことが何なのかを考えながらこのスキルの高い歌を歌い続けてほしいなと思います、はい、ありがとうございます。いや見事な高評価で高評価でしたね本当に、はい、というわけで町田の有名焼肉店の人がある黒瀬真奈美さんは見事43点獲得暫定1位に輝きます。そういうことだ。そして岸本さんは残念ながらここで暫定1位から陥落と残念になりましたが、はい、悔しいですね。悔しい、はい、もうちょっとだったりね。やっぱり、うん、伊藤優奈さんのルシャスどうするか。でもどうしたら分かんないよね、うん、さあでは、ね、どうぞどうぞ。ついに暫定1位、そしてあと1人ですよ。どうぞお座りください。どうですか、自信ありますか？いや、もっと歌いたかったです。正直もっと 歌えてたの自信はあったんですけど、はい、これからいくらでもできるから。そうそうそう、うん、すごいな。さあでは続いていよいよヒットガール視聴者投票の